皆さんこんにちは。3月のハーモニアスニュースの時間です。今回も茅ヶ崎のホットな情報をたくさんお伝えしていきます。まずは季節の話題から。東海岸南にある氷室椿庭園が見ごろを迎えました。氷室椿庭園には200種類以上の椿が植えられ、3月中旬には見ごろを迎え、写真撮影などを楽しむ多くの皆さんの姿がありました。この氷室椿庭園は三井不動産の元副社長である氷室昌司さん、花子さんご夫妻の遺族から茅ヶ崎市へ寄贈され、広さ約2800平方メートルの庭園内にある旧氷室家主屋は、昭和初期の別荘開発の様相を伝える建造物として評価され、昨年国の登録有形文化財に登録されました。中でもこちらの氷室雪月花は昌司さん、花子さんご夫妻が名付けたもので、白や淡い桃色の地に紅色の絞りが入った美しい品種です。この氷室雪月花がものすごく綺麗だし、綺麗な椿がいっぱいあるので、本当に毎年楽しみです。種類がいろいろあるので1ヶ月以上楽しめる、それがいいですね。次々に咲いていくんですよ、一斉にじゃなくて次々にね。だからそれがとても楽しみです。200種類以上の椿が植えられている氷室椿庭園には4月に見頃を迎える品種もあります。ぜひ訪れてみてください。それでは今回のラインナップです。まずは初めての試みから。元お笑い芸人の茅ヶ崎市職員とソニーミュージックアーティスト所属の芸人がタッグを組み、市民ふれあいプラザお笑いライブを開催しました。このイベントは茅ヶ崎の魅力を盛り込んだネタやトークなどのお笑いを通じて市の情報を発信するシティプロモーションの一環。市役所でのお笑いライブの開催は東日本では初の試みです。茅ヶ崎市の職員で元お笑い芸人のジャー竹谷こと岸本竹谷をはじめ、この日はソニーミュージックアーティスト所属の芸人2組が舞台に上がりました。こんにちは、湘南デストラジです。はい、お願いします。こちらは湘南デストラーデのお二人。ありがとう。はい、Tポイントカードお持ちですか？あー、Tポイントカード家に忘れちゃったなー。あー、ポイント貯まったんですけどね。じゃあ、ここでルービックキューブ完成させれたら次回ポイントつけてくれないですかね？もういいですけど。もったいないじゃないですか。いやいや、もったいないですけど。はい、できてねえじゃねえ。はい、Tポイントカード作ったー。高野花親方のモノマネで登場したのは、同じくソニーミュージックアーティスト所属の芸人森山。ショートコントドラゴンボール。フリーザさん、あなたのしたことは間違っています。私が懲らしめて差し上げましょう。いきますよ。かめはめ。貴乃花東京のライブでは誰もありませんよ。お笑いライブで大いに盛り上がった会場では茅ヶ崎クイズも開催され、こちらも大盛り上がり。東日本では初の試みとなった庁舎でのお笑いライブには多くの皆さんが集まり、会場は笑いに包まれていました。続いて茅ヶ崎市に想定される災害のリスクや非常時に対する日頃からの備えを正しく知っていただくために、防災対策課が制作した防災動画をご紹介します。災害による被害を小さくするためには、災害の特性を知り普段から適切に備えることが重要です。そのためには
災害の危険性や災害からどのように身を守るかなどの正しい知識を身につける必要があります。 YouTube チャンネル茅ヶ崎市防災動画で市が配信している動画では、茅ヶ崎市に想定される災害のリスクや平常時・災害時における地域の皆さんや茅ヶ崎市の取り組みなどについて動画で学んでいただける内容となっております。今回新たに制作された動画防災講座編は、市民提案型共同推進事業として平成29年度に制作した動画防災資機材編に引き続き、平成30年度に NPO 法人湘南藤沢シニアネットと協力して企画・制作されたもので、地震への備え、津波への備え、火災への備え、風水害への備え、要配慮者対策、避難所・避難場所、在宅避難の勧め、自主防災組織の8種類です。万一の災害発生時に役立つ防災資機材編も配信されています。ぜひご自宅やお住まいの地域でご活用ください。続いて3月10日日曜日に市民ふれあいプラザで開催された茅ヶ崎食育フェスタ2019の模様をお伝えします。子どもから大人までみんなで食について見て聞いて参加して体験できるイベント、茅ヶ崎食育フェスタ。会場となった市民ふれあいプラザには多くの方が訪れ大にぎわい。中でも人気を集めていたのは、相沢康弘さんが講師を務めたちりめんモンスターを探そうのコーナー。こちらではちりめんじゃこに隠れている海の生き物を見つけて標本を作ります。なんかイカっぽいね。今皆さんがやってらっしゃるのは海から上がったままのちりめんになります。でその中に、いろんな小魚とかイカとかタコがありますけれども、あたかもモンスターみたいな顔をしているということで、ちりめんモンスター、略してちりもんというふうに呼んでます。参加した皆さんはとても小さなちりもんを見逃すまいと注意深く探し、見つけるとお皿に取り分けてどの種類の生き物かチリモンの一覧と見比べていました。顔一緒？これ？見てない？最後に見つけたチリモンを貼り付けて標本を作りました。いろいろな魚を探せて楽しい。楽しかった。一方こちらは食育体操ほめほめプレイズのコーナー。こちらの体操は栄養士を中心にした仲間が集まり、主に市内で活動する市民活動団体ほめほめホームの皆さんのオリジナル体操です。ほめほめホームの皆さんは食べることは生きること、そして生きていることが楽しいと子どもたちに感じてもらえるよう、動いて、作って、食べて、心と体を健康に、人生をもっと楽しくをモットーに食育推進活動を行っています。子どもたちが美味しく食べ物を一生食べていけるように、まず体を動かして運動することが大切だなと思ったので、もう踊りたくなっちゃうような楽しい体操を考えて、それを広めていきたいということで始めました。体操はダンスの専門家の方に全身の筋肉を使うような動きを教えていただきまして、そちらを取り入れて作りました。で曲の方は個人的に歌をやっているので、その仲間に作曲してもらって、歌詞の方は自分の思いを込めて農家さんのことですとか、野菜を無駄にしないとか、そういう命の大切さみたいなのを心を込めて歌詞は考えています。また子どもたちが夢中になっていたのが食育カルタのコーナー。こちらの食育カルタは文教大学健康栄養学部の皆さんが読み手を務めました。マスと鮭、実はどっちも同じだよ。
このカルタは文教大学健康栄養学部のオリジナルの食育カルタになります。やっぱり子どもたちにはこう今の食生活で自分たちが一体何を食べたら元気になれるとかそういったところっていうのを、まあ、覚えてもらえるようにっていうことで、考えてみんなでイラストとか分かりやすい例文を作って作りました。茅ヶ崎食育フェスタは参加した皆さんにとって楽しみながら食の大切さを学べるイベントになったようです。次に茅ヶ崎のイベント情報です。障害を持ちながら世界の第一線で活躍する車椅子バスケ日本代表の秋田圭選手が困難に打ち勝ってきた自身の体験を語る特別講演会を3月23日土曜日に総合体育館で開催します。パラスポーツの花形とも言われる車椅子バスケのデモンストレーションなども行います。ふるってご参加ください。3月30日土曜日に同じく総合体育館でものづくりや遊びを通して茅ヶ崎を知ることができる体験型イベント子ども体験ワイワイ祭りコドタン2019を開催します。小学生以下は保護者同伴でお願いします。体育館履きを持ってみんなで集まりましょう。続いて茅ヶ崎市からのお知らせです。2月25日月曜日に市議会の同意を受け茅ヶ崎市副市長に塩崎武史並びに岸浩二が選任されました。新たな副市長の任期は平成31年2月25日から平成35年2月24日までとなります。4月7日日曜日に神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙が行われます。投票時間は午前7時から午後8時まで。投票所入場整理券は3月19日から順次発送します。また選挙広報は4月1日から5日までに配布します。これからの県政を決める大切な選挙です。皆さんの貴重な一票を投票しましょう。耐震補強とバリアフリー化に加え施設全体が明るく快適になった市民文化会館の開館時間を午後10時まで延長し仕事帰りにも利用しやすくなりました。貸し出しのできる施設は大ホール、小ホール、練習室1兼ミニホール、練習室、展示室、大会議室、会議室です。ダンスや演劇の練習、ワークショップや展覧会など幅広い用途でお気軽にご利用ください。また使用料などの詳細につきましては市民文化会館のホームページをご覧ください。以上、3月のハーモニアスニュースでした。